今年はいくらかにゃ。どうもどうも、ニュース大好き、マグロも大好き、マスクニャンです。今日は新年恒例のマグロの初競りのニュースだにゃん。東京の豊洲市場で初競りが行われ、青森県大間産の本マグロが最高値2084万円で競り落とされました。午前5時10分、鐘の合図とともに豊洲市場で新年恒例の初競りが始まりました。最高値は青森県の大間港で水揚げされた重さ 208.4 キロの本マグロで2084万円で競り落とされました。これまでの最高値はおととしの3億3360万円でした。今回最高値で落札したのは仲卸業者のやま幸で、2018年以来になります。寿司三昧を運営する株式会社清村は3年連続での最高値の落札とはなりませんでした。にゃんと、マグロ1本2084万円、すごいにゃ。景気のいい話だけど、今年は新型コロナウイルスの感染対策で市場に入る人の数を減らして初競りが行われたんだって。今回競り落とされたマグロは青森県大間産のマグロ、重さは 208.4 キロで1キロあたり10万円だにゃ。統計の残っている1999年からだと1キロあたりの価格は史上7番目の価格にゃんだって。最高値で落札されたマグロは一番マグロと呼ばれるにゃん。この一番マグロは落札者が卸しているお寿司屋さんなどでお客さんに振る舞われたりするんだにゃ。ちなみに初競りでのマグロ1本あたりの史上最高値は2019年の3億3360万円。宝くじで見るような金額だにゃ。青森県大間産の278キロの本マグロで1キロあたりの価格はにゃんと120万円。競り落としたのは寿司チェーン寿司三昧を運営する清村だにゃん。2019年は築地市場から豊洲市場に移転して初めての初競りだったってこともあって、ご祝儀からか高値がついたみたいだにゃ。いきなりそれまでの最高値だった2013年の1億5540万円の2倍以上の価格になっちゃったにゃん。2位は去年2020年の1億9320万円。こちらも大間産の276キロの本マグロだにゃん。3位は2013年の1億5540万円。やっぱり大間のマグロ。初競りのマグロは、オーマイゴッドな価格。にゃーんちゃって。今日も見てくれてありがとにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。